はい、皆さんこんにちは、ヌノペンです。フロストパンクやっていきますよ。よいしょ。さあ、前回で第1部をクリアしましたので、第2のシナリオやっていきましょうか。はい、シナリオ選択に入りました。で、保管所。これをやっていきましょうかね。はい。保管所。永遠の冬から貴重な種子や植物のサンプルを救うため、オックスフォードのケンブリッジの、襟抜きの科学者である私たちが派遣された。我々には苗木の生育を安全に保つことができるだろうか。じゃあシナリオをカスタマイズしましょうか。で、今回はじゃあハードモードでやっていきましょうか。人々のニーズ、経済ハードで気候、社会の態度がちょっと難しくなるのかな。よし、やっていきましょう。はい、苗木の生育、値段がつけられないほどに貴重な宝の保護薬に選ばれました。世界中から集まった植物の種や苗木です。これらは凍結を防ぐために苗木の性質に貯蔵されていましたが、どれだけ長くなろうとも冬が終わるまでこれらの貴重な建物を守るために我々が町を築くことになりました。これを可能にする唯一の手段はオートバトンです。緑の地球が復活することを保証します。たとえ我々がここで見ることがなかったとしても。さあ、仕事を始めましょう。はい。あ、やっぱ第一部のシナリオとは場所が違うね。あ、でもう建物が建ってるんだ。なるほど。はい、工場図面。ジェネレーターサイトに到着しました。苗は苗木の生育に安全に保管されています。町が天候に関係なく自走できるようオートマトンを配備することになっていましたが、工場計画を、運んでいた輸送車が吹雪で失われました。ビーコンを作り捜索チームを送る必要があります。了解しました。じゃあまずはちょっと状況を見てみましょうか。はいはいはい。苗木を保護する。苗木の性質が凍らないことを確実にしなければなりません。全ての苗木と熱帯地域の種の多くは寒さにとても敏感です。長すぎる、期間いずれかの苗木の生育の温度が肌寒いを下回った場合、貴重な中身は取り返しがつかないほどのダメージを受けるでしょう。了解しました。これが苗木の生育か。で、これが、肌寒いを下回っちゃいけないってことだね。あ、今は過ごしやすいになってますな。よしよしよし。で、こっちには人がたくさんいますね。これが人か。で、これ見てみるとどうもエンジニアしかいないんだね。エンジニアとオートマトンだけでこの町をね、成長させるみたいな感じになるんでしょうか。よし、じゃあやっていきましょう。じゃあまずはこの石炭パイルにオートマトンを割り振りましょう。で、ここの木材クレートをエンジニア、はいはいはい。で、鉄くずを、鉄くずじゃないな、これ、これか。はい、鉄くずを、はい、エンジニアで、こっちの木材クレートか。はい、じゃあここにもエンジニアを割り振りましょう。で、なるべく早くワークショップを作ってこのビーコンを作りましょう。よし、じゃあ行きまーす。はい、じゃあ早速スタート。はい、1日目始まりました。さあ、みんな頑張ってな。さあ、まずは人々がこの資源を採取するとこで、オートマトンがこの石炭パイルを取るところが始まります。さあ、みんな頑張ってくれ。じゃあまず早速1個目のワークショップを作りましょうか。はい、じゃあここに、で、あとはテントか。テントテント、45人分だから、だから5つか。さあ、木材をじゃんじゃん取ってきなさい。じゃあ次は法律を制定しましょうか。じゃあまずはスープを取りましょう。ちょっとね、食料が少ないからね、なんとか早めに調理場とか食料確保する方法を探さないと。じゃあまずは調理場作りましょうか。ここでいいかな。はいよ。さあ、まずはワークショップ1個できました。じゃあ研究どんどんやっていきましょう。まずはじゃあビーコンを作りましょうか。はい、エンジニアを雇用。はいはいはい。で、これでビーコンを作りましょう。はい、お願いします。で、次はじゃあテントを4人分4人分じゃなくて5つ作りましょう。1個2個3個4個
数が足りんな。さあ、今18時になったのでみんなが仕事から終わってくるね。はい。はい、吹きさらしの中で。キャプテン、人々は当然のごとくシェルター不足について懸念しています。この恐ろしい寒さの中、外で眠っているために病気になってしまいます。何か手を打った方が良さそうです。じゃあ、何らかのシェルターを提供します。全員にシェルターを提供します。じゃあ、全員にシェルターを提供します。今作ってるとこだから。まあ、落ち着きなさい。なんだ？はいはい。暖房がオフです。ジェネレーターがオフです。夜だけでもオンにしなければ、人々は寝ている間に凍死するのではないかと怯えています。まあ、マイナス20度だからね。でも、このフロストパンクのマイナス20度はまだ全然暖かい方なんだよ。さあ、ちょっと病人が増えてきてるのは3人か。早めに救護所を作らないといけないね。テントも作らないとだし、この救護所も作らないといけない。だけど木材が足りない。今から、このオートマトンに木材やらせるっていうのもな、ちょっとな、なるべく固定させておいた方がいいのかもしれない。さあ、頑張ってくれ。はい、2日目の朝。はい。じゃあ次は、緊急シフト。これで24時間働かせることができる。まあ、それはやんないけどね。はい、不満が増えていきました。まあ、仕方がないか。で、2日目の、が終了しましたね。やばいな。はい、シェルターの約束が履行されました。OK。希望が増加。だけど、3日目になると、マイナス30度になる。苗木の性質は大丈夫か？ちょっとピンチだな。ピンチっていうか、なんか心配。このままでいいのだろうか。じゃあ、救護所に人を割り振りましょう。はい、じゃあ、2人。とりあえず今、3人、病人がいるからな。よし、これで、なんとか、病人の人たちが救護所に入ったね。オッケーオッケー。はい、新法を施行できます。次はそうだな、じゃあ延長シフト。これで6時から20時まで働かせることができる。少しでもワークショップを進めないというか、不満が増大したか。まあまあ皆さん落ち着いてください。ほら、みんなのためでもあるんだから。はい、3日目突入。3日目の朝にはマイナス30度になるよ。じゃあワークショップを6時から20時まで働かせます。はい。さあ、これで早くビーコンを作りたい。はい、ビーコン作ります。じゃあ、じゃあ次は暖房だな。なんとか苗木の性質を温められる暖房を作らないと。じゃあ次はビーコン。ビーコンはな、じゃあどの辺にしようかな。じゃあこの辺に建てましょうか。はい。苗木の性質の上じゃない、後ろか。さあ、今現在マイナス30度だけど、あ、肌寒いか。まだ肌寒いはセーフだそうだね。だからこれ以上下がるとまずいってことか。さあ、これで、はい、ビーコンが建設されました。もう迷子でも視力、視界不良でもありません。じゃあ調査を行っていきましょう。じゃあスカウトを、はい、作成して、でこっちの放棄された物質いきましょうか。はい、複数の白い小山がそれ以外には平らな景色に突き出しています。はい、じゃあいってらっしゃい。で、はいはい、何でしょう。地平線上の嵐。キャプテン、ビーコンが稼働し南から嵐が近づいている様子をはっきりと見ることができます。まだ距離はありますが、監視を怠らず、直撃する前に性質を温めるために必要なインフラを確実に整えておいた方が良いでしょう。了解。そうだな、今肌寒いだからな。で、7日後にまた気温が下がるのか、マイナス40度。それまでになんとか暖房とか、あと温める何かを開発しないといけないね。了解。はい、木材クレートが枯渇しました。枯渇が早いな、やっぱり上級だからなのかな。はい、はい、新法を施行できるよ。で、次はそうね、じゃあ次は生命の維持を取りましょうか。重病人を治すことはできませんが、少なくとも生かし続けることはできます。
根治治療として危険な切断を試みることはしません。じゃあ署名します。はい、重病人は診療所で生かされ続けます。だしっかり治してほしいね。あと 8% で次のテクノロジーできるのに。はい、暖房は言及されました。で、次は、じゃあ、そうだな。とりあえず、資源を取るのと、あと、食料をなんとかしないといけないな。温室作らないといけない。エンジニアしかいないから、ハンター小屋は作れないんだ。じゃあ、製図板を作りましょう。はい、お願いします。で、ちなみに、苗木の性質は、あ、暖房できるね。オッケーオッケー。まあ、まだ大丈夫か。だけど今、病人がちょっと心配だな。はい、スカウトが到着。探索しまーす。はい、取り戻した宝。物資を取り出す前に何時間も氷を叩き、割り続けました。しかし、やり遂げたのです。一度は放棄せざるを得ませんでした。また同じことを繰り返すことは許されないでしょう。了解。じゃあ、資源を採取。じゃあ、次は、これか。壊れたオートマトンのところまで向かいましょうか。はい、到着まで14時間。頑張ってな。はい、何でしょう。苗木の性質が凍るかもしれない。キャプテン、数日で気温が下がります。苗木の性質は危険にさらされるでしょう。暖房または蒸気ハブで、暖かさを保たなければなりません。了解。まあもうすでに暖房は取ってるから大丈夫だと思うけど。あと3日後か。それまでに石炭を安定的に取れるようにしないといけないな。石炭パイルももう枯渇気味なので、やばいな、やっぱ今回だいぶ厳しい戦いだな。で、C4 が設定できる。はい。じゃあ次は、介護施設か。重病人と切断患者は特別施設にて低料金で介護されます。了解。じゃあ介護施設作りましょう。はい。じゃあそうだね。じゃあここに作りましょう。はい。はい。介護施設の約束が履行されました。希望が増加します。今回はなかなか順調。はい、じゃあスカウト、壊れたオートマトンだね。はい、じゃあ探索します。不具合が修理された。このオートマトンは故障した場所で置き去りにされました。ありがたいことに掘り起こして修理することができました。これでこの完全に機能しているオートマトンを町へと送り出すことができます。ナイス。じゃあこれを町へと送り出します。じゃあ私たちはわあ、どこ行こうかな。じゃあこっち行こうか。行方不明のドレッドノート。で、これで今オートマトンがこの町に向かってる。1日と12時間か。うん、了解。で、空腹の人が増えてんな。なるべく早く、温室を作らないといけない。はい、オッケー。製図板が研究できた。で、研究段階が1個アップして、温室が作れる。おしおしおし。早く温室を作らないと、やばいことになる。はい、行方不明のドレッドノート。はい、探索します。ここで獲得できるテクノロジーがある。なるほど。あ、工場図面か。巨大な鉄の、建造物の重みで氷が割れる。悲痛な音を聞きながら氷の割れ目を垂直降下しました。1時間ほどの捜索の後、金庫を発見し中から工場図面を作り出しました。できる限り早くそれを町へ届けなければなりません。天候は分刻みで悪化しており、町と苗木の生育の安全を確保するためにオートマトンが必要です。じゃあ資源を採取。じゃあ一回戻ってきてください。その工場図面っていうのがあれかもしれない。工場図面が発見されました。素晴らしい。これで自動化されたインフラを設置し、苗木の性質を安全な質量に保つことができます。図面を持ち帰り、工場を建設し、オートマトンを3個に増やしましょう。希望が増加。よしよしよし、順調順調。はい、何でしょう。住人が空腹状態です。キャプテン、一部の人々が食料不足について話し合うために来ています。何日もの間空腹が続いており、飢餓状態に陥り始めるのではないかと怯えています。何か手を打ってほしいと要求しています。そうだな、これだ。全員に、食事を与えるまで3日間が与えられます。今ちょうど温室作ってるから待ってくれ。それまで我慢してください。できるか。 OK、 温室ができた。これはでかい。
じゃあ次は、そうだな。じゃあ製鉄所を取りましょうか。はい。で、温室作ります。温室は、どこがいいかな。こう。本当にここ？ここにしようか。はい、お願いします。置く場所ないんだよな。いや、あんまり離れると、ジェネーターの領域から離れちゃうから、はい。あ、蒸気学ね、はいはいはい。で、温室ができましたので、じゃあ人を割り振りましょう。10人。これで、採取する、量は減るけど、とりあえず、これで食料は確保できる。まあ、みんな頑張ってくれ。で、病人も増えてるし、空腹の人も30人になってるし、まずい。まずすぎる。で、オートマトンができれば到着してほしいな。さあ、頑張ってくれ。はい、スカウトが無事に町へ帰還しました。ナイス、お疲れ様でした。で、これで、テクノロジー。工場ができるんだね。オッケーオッケー。これでオートマトンを量産することができる。じゃあ、じゃあこの辺に建てましょう。はい。で、新法設立。施行か。そうだな、そうだな。人工装具か。よし、じゃあ人工装具つけましょう。はい。署名。やばい、不満がめっちゃ増えてるな。ごめん、ごめん。で、はい、到着したんだ。じゃあ次は、じゃあ近くのところ行ってもらおうか。はい。じゃあ山を、バラの洞窟。はい、お願いします。で、もうすぐでオートマトンが到着するよ。はい、オートマトン到着しました。はい、オートマトンが町に到着。よし。じゃあ、そうだね。じゃあ、ここ。この木材クレートを採取してもらおうかな。と思ったけど、それはなしで、この温室で頑張ってもらおうかな。じゃあ、他のみんなは、ここの採取とお願いします。さあ、そして、こっちの工場。あー、工場にも一割り振らないといけない。じゃあ、ここに。はい。じゃあ、急いで、オートマトンを作りなさい。よし。材料は足りてるね。はい、自立した町。オートマトンの働きぶりは見事です。嵐が来る前に、十分な数を作り、町の重要な操業を自動化しなければなりません。苗木の生育を安全に維持するには他に方法がない。了解。規模が増加。じゃあ、新しくできたオートマトンを、どっかで働かせましょう。そうだな。じゃあ、ここの、じゃあ、とりあえず、この木材パイルを、取っていきなさい。何か仕事をあげるから。じゃあ、次は、ウォールドリルか。うん。ちょっと待った。研究2段階目は無理か。じゃあ、ジェネレーターの領域アップ。はい。はい、何でしょう。はい、苗木が危険にさらされています。キャプテン、苗木の生育の一つの温度が低くなりすぎました。何もしなければ貴重な中身が失われてしまうでしょう。ああ、そうか。7日目になってマイナス40度になったのか。ああ、確かに冷え切ってる。寒いになってる。まずい。で、暖房を入れると肌寒いになる。オッケーオッケー。じゃあ、こっちも、はい。暖房入れて。ああ、確かにこのマークが出てるんだ。はいはい。じゃあ、暖房を入れて。で、こっちも暖房入れるか。オッケーオッケー。これでなんとか大丈夫じゃないか？どうかな、どうかな。どうでしょうか。まあ、OK っぽいね。OK, OK。じゃあ、まずは資源の製鉄所を作りましょうか。じゃあ、ここ。はい。で、道を作って、道を作って、で、ここに、オートマトンを働かせましょう。よし、もうしばらくの辛抱。でも、だいぶ安定してきたような気がする。よし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 、いいね、いいね。さあ、この、エンジニアとオートマトンだけの街で、この苗木の性質を守っていきましょうか。はい、それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よしなチャンネル登録、高評価お願いします。ルベでした。さよならー。